こんにちは、キットマン北海道探索チャンネルのマスクド X でございます。チャンネル登録者2万3000人かなを超えました。ありがとうございます。特に2万2000人から2万3000人にかけて登録をしていただいた方、感謝いたします。最近のアップロードといえば、っとね、昨日は 6月にオープンする札幌のお店あれは後半結構雨降ってきたのでね雨降ったら画像に切り替えるんですよね動画だとあの風切り音とかボーボーボー,ボーとか入ったり雨だとこうレンズに水がついちゃったりしてあの画質がみざ乱れちゃったりしますからあの画像にできるだけこう切り替えるようにするんですよね、えー閉店 オープン動画のの撮り方みたいなものをね軽くどうやって撮ってんのか気になるっていう人もいると思うので軽く説明するとまあ1ヶ月あのオープンするな閉店するな大体紙に書いて撮っておきます普通ねなんかスマホとかパソコンとかで全部処理するらしいんですけれども私はね昭和ながらのアナログ札幌を使いますからね皆さん。 で大体1ヶ月の閉店オープン集まったなと思ったらあの自転車か、えー、下部でバイクですね、えー、撮影して回るんですけれどもこの回り方ですよね、ただ闇雲にこうやって行くと非常に効率悪いので感情通り感情通りを基準にして感情通りより内側を1ブロック感情通りより外側を1ブロックとして考えます。だいいた日 かけてダラダララります本気出せば一、ね、日ですべて撮ることもできるんですけれども、ね、そんな慌てて撮ったところでしょうがないですからねそして撮影が終わったら次はいよいよ、えー、と編集なんですけれどもあと、まあ、うまくこう並べていきますと並べたら今度ナレーションですよねナレーションもできるだけこうシンプルにしております。 私個人の思ったこととかあまり入れすぎるとねあの政治的な動画になってしまったりとかあの趣旨が変わってしまいますからねできるだけもう中立的な立場で出来事だけをこう紹介するっていうそういう感じになっております。 あとは最近お祭りなんかも若干増えてきたりとかライブにえーと出演したりとか写真出てると思うんですけれどもねやっぱりライブと YouTube の違いっていうのはライブっていうのはね自分が投げかけた言葉とか動きに対して直でこうやって反応があるんですけれども YouTube っていうのは一方的にこうやって話してますから楽しんだか楽しくないんだかあんまりねあのコメントとかではねこうやって あの楽しんでますとか役に立ってますとかあ,とあったとしてもライブほどねドカーンとこう自分に突き刺さってこない感じはありますよねなので数字だけをこう見るとああ上がってるなとかねあのあるんですけれどもあんまりねあの実感はないんですよねなのでチャンネル登録100とか500の時と、ね、何ら変わらないのが現状でございます まあ、パフォーマンスに関してはですね。やっぱりこの youtube をやったから芸風が変わりましたね。あのー、昭和の建物のような。 あの無駄の多い、ね、遊び心のあるこう立ってるだけで貫禄のある昭和の建物みたいなあのマジックショーにしたいななんて思ってます、まあ、建物みたいなマジックショーってどんなマジックショーだよって思う方いると思うんですけども、まあ、もうちょっと分かりやすく言うとあの昭和のレスラーのようなね少ない技であの絶妙な間合いで。 あの今でいう大したことのないあの脇固めとかね、逆エビ固めとかそういう技でフィニッシュを取れるようなあのレスラーになあレスラーじゃないマジシャンになりたいなと思っております。なのでね、大技ばっかり使わないと受けないような感じではねダメなんですよね。あとはね、なんかこれ。 あの頭に乗っかってるなって思ってる方もいると思うんですけれどもこれはねあの失敗ですかねこれはね多分ねクようかじゃないですからね私はね髪切るのは結構適当にあの気分でねあ切ろうと思った時にいきます染めようと思った時に染めますそんなノリなのでね毎回違うんですよなのでその出来上がりって同じこと言ってても その伝わり方、受け取り方ってみんな違うのでね、でき方が違うんですよね。まあそれにしてもですね、なんか言ったことと若干ちょっと違ったりなんだりしたのでね、ああ、全然違うなぁなんて思っていました。カ、ま、メ、あ、はね、あの時間経てば伸びますからいいんですよね。髪がね、これで一生伸びないとかね、一生このままだって言うんだったらね、あのやり直しみたいな感じなんですけれどもね、まあ、こんなになっちゃいましたって感じでいいのではないでしょうか。 理髪店もそのマジシャンンとと一緒で、センスと技術っていうのがありますよね。技術、いく,いくら器用でかみ切る能力があってもセンスがめちゃくちゃだったらねお客さんの言ってることとこう差が出たりとかあかっこ悪くできちゃったななんてなったりしますよねそういう経験ありませんか逆にセンスはあるけれども技術が追いつかないっていうねそういうパターンもありますからねまあそんな感じで、あのー、最近は湿度も 高いですからね、熱中症なんかも気をつけてください。そんな感じでありがとうございました。